Yep. よっ。これいけるかしら？よいしょ。はい。ということで、YouTube 始まりました。ドスッピン。やばい。なんでだろう。光が足りないな。光が足りませんね。光が足りませんよ、これじゃ。なにこれどうしたらいいの？部屋が暗いのかな？部屋は暗い説。なんだろう。暗いですか？こんばんは。暗い部屋。どうですか？なんか暗くない？もっと明るくしたいんだけど。これリングライトだいぶ強いんですけどね。こんばんは。いや、私的にはここら辺が赤いから、それだけでも嫌なんですけど。嫌だ。納得がいかない。納得がいかないぞ、これは。どうしよう。納得いかないよ。これはさ、コメント？あ、じゃない。声は聞こえてますか？声は聞こえてますか？皆さん。声は OK？声はオッケー。お久しぶりです。声はオッケー。なんだ、何どう、聞こえてる？本当？ちょっとテレビつけよう。ちょっとオリンピックつける。やばい、ちょっと待って、もういろいろやばいわ。よいしょ。チャンネルがさ、届かなかった。どこ？野球なんちゃん？野球なんちゃんだ。あ、1対0じゃん。ちょっと声ちっちゃめにしますね。入っちゃうとよくないか。オリンピック。クラブファンじゃないんだけど、厳密に言うと。そう、厳密に言うとね、すいません。クラブファンではないんですけど、申し訳ない。よいしょ。そう、後ろにプレゼントがあります。そう、YouTube の撮影をしてます、今。生配信。どういうこと？よかったら、YouTube の方を見てください。よいしょ。今、準備してるんだよ。てかね、パソコンがおかしくて、なんか、やばかったの。全然できなくて。で、8時半からいろいろやろうと思ってたのに、全然できなくて。あつねさん、カープファン！にわかですね。にわかカープファンですね。ね、これ暗いの？どうしよう。直したいんだけど。これは？これだと青白いよね。そう、青白いんだよな。ここら辺だと思うんだけど。え、黒いよね。なんで？生々しいの嫌。魔法のライト。魔法のライトを追加させよう。あ、撃ったじゃん。ちょっとね、ライトを増やしますわ。まあ、年だから足りないの。ライトが欲しい年頃なんですよ。そういうことにしといて。ライトが欲しいお年頃。いつもさ、この時間もったいないよね。私もすごい反省してるよ、これについては。この時間もったいないよなって思いながら、
生きてるんだけど、ちょっと待って、二口コンセントがなくなってる。iPhone の。ちょっと待って待って。困る困る。ちょっとちょっと。いろいろめんどくさいんですけど。なんで？なんでない？おいおい。不在の時間が長くなるのは良くないよね。これはなんでだ？ここに置いといたはずなのに。最近さ、物がなくなる。え？めちゃ物がなくなるんだけど。ちょっと待って。やばいやばい。なんでやねん。想定外なことがたくさん起きてます。なんで？よっ。すいませんね。失礼いたしやした。もうこういうのがさ、段取り悪いよね。で、自分でもね、自覚はあるんだよ。一応、これでも。よし、光をこれで増やすぞ。これでどうだ？光を増やします、今から。光を増やしたよ。どう？変わんないですか？光を増やしました。変わんない？変わんなくない？あんま。ね、あんまり変わんない、もしや。すごい光増やしたんだけど、私的にはどうですか？あ、でもちょっと明るくなったんじゃない？ちょっと明るくなった？そんなことない？あ、高須先生こんばんは。ちょっと明るくなりました？なったかな？大して変わんない？まあ、いっか、じゃあもう自己満の世界だわ。自己満で。何？アウト？自己満で。ちょっとね、今 YouTube の撮影で生配信。これを Twitter にリンク貼く。あ、ノブリンさん、ナイスパチャ！ノブリンさん、ありがとう。ノブリン、元気？え、でもさ、見て。カンタボーヤンがこんなさ、白飛びしてんだよ。やっぱおかしいよね。ね。思わん？ちょっとおかしいよね。あれ？今止まった？一瞬。そんなことない？大丈夫？今ね、このウェブカメラのサイトを今開いてるの。で、ちょっと今ツイッターにこれを貼ります。はい。あ、待って。セットがあるぞ。これどう？なんかさ、本体の、これがあるんだけど、変わんないか、でも。なんかさ、違う、なんかね、新しい、カメラにしたら変わったのよ。ああ、ダメだ、これ。だってさ、操作ができませんみたいな。これアップはこれでなってんの？あ、ほら。
ダメだわ。前の古いやつで使おうかな。なんか難しい。ホワイトバランス、何なんだろう。そんなことないんだけどね。いや、そんなことないんですけどね。何なんだろう。なんでよ、もう。いや、違うのよ、なんか。カメラこっちでやろうって思って、やってるんだけど、でももう、再起動させるのもめんどくさいから、いっか。あ、ほら、なんか変になった。今度。ちょいちょい。おい。頑張って。なんか変、あれ？変になったよね。変になったよね。絶対変になったよね。なんでだ？どう？ちょっと、めちゃめちゃ変になった。あ、これは生きてるんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。どう？今さ、自動のホワイトバランスにしてたの。これでどう？あ、でも微妙？ちょっと難しいですね。いいや、ホワイトバランスは自動でいいのか。アンチフリッカーって何？もうこれでいい？まあ、いっか、これで。自動だって、なんか設定あったわ。とりあえず、設定します。早く最初にしろよって感じだよね。ごめんなさいね。ちょっとね、いまいち、あれだったので。しかもさ、ちょっとさ、斜めってるよね。カメラ、大丈夫？それは。あ、そういうこと？赤 T のせい？なんだと？宮島の T シャツのせいなの？そんなことある？宮島の T シャツのせいなことある？明日宮島、明日5時起きでーす。やばいばばば。なんでだろう。どうしたんだろう。今までこんなことなかったんだけどな。ね、変だね。ちょっと変だね、これね。ごめんね、今日はちょっと変な日で。いつも変な日だけど、今日はちょっと変な日で行きましょう。しょうがない。こういう日もある。まあしょうがないね。ずっとさ、こんな話をしてさ、もう13分ぐだぐだ。最低だな、本当に。まあいっか。一回さ、ちょっともうね、私明日5時起きなんですよ。ここに書きたい。5時起きだって。5時起きだって書きたい。とりあえず、眉毛だけ描こう。あ、ありがとう、なおまるさん。どうも、はじめまして。4時間とかやんないよ、たちいさん。無理無理無理。サクッとします。そう、ね、あのさ、台風の進路的に、いや、今日はマジで10時半には終わるのを目標にしてます。10時半にはちょっと終わってマジで寝なきゃやばい明日っていうじゃあ、あのね、お風呂入ったんだけど、またお風呂入りたいの。やっぱ明日むくみたくないし、また誰かに
ずっと顔パンパンってめっちゃ言われるのが嫌なのよ。いや、いいんだけど全然いじってもらうの。でも、結局、ベストで配信したいなっていう。あ、田辺さん。いや、ほんと。で、え？嘘？ちょっと！あのね、今ね、もう一つの方やってるんですけど、ビゴの方はもう無視なので、すいません。いや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 、失礼だから、ポンコツさん、第三の方が顔パンパン。いや、ねえ、ちょっと待って、JR 止まる説、本当？いや、朝一よ。私が電車乗るのは、ちなみに、8時、40分とかなんだけど、8時40分ぐらいだと思うんだけど、その電車の話とかしたらさ、危ないね。なんかあった時にね、ちょっと眉毛だけ描くわ。いや、なんか今日お化粧してちゃんとやろうと思ったんだけど、いろいろあってパソコンの調子が悪くて設定がちゃんとできなかった。新幹線じゃない、飛行機だよ。明日朝一飛行機で。いや、マジさ。見てよ、メガネさん。山陽本線止まるかも。いや、そんなこと書いてあった？嘘でしょ？やめてくれよ。やば、しかもめっちゃキモくなった、眉毛。うん、一回帰ってくる。あ、有田美さん、どこにいんの？マリラン。ねえ、有田美さん、明日さ、やばいかな？明日やばいかな？電車止まっちゃうかな、また。やばいかな？間に合わないかな？ちょっと待って、JR の。あ、ほら、8月8の夕方からでしょ？え？今日8月 8？ あ、ほら、夕方からでしょ？夕方からだったらいい。明日は、最悪帰りは、第三とタクるわ。ちょっと、ひどい。え？あ、マグカップ当たったの、ベルガさん、おめでとう。てか、すごいね、なんかさ、ボートレースのファンの人が見てくれて、嬉しい。じゃあ、今日は、ちょっといろいろあって前乗りできなかったの。今まで私散々前乗りしてるからね。言っとくけど、なんか。そんな怒んないでよ。前乗りできるときは前乗りしてるから。今日はちょっと、いろいろあって前乗りができなかったんで。ヒロデン？いや、いいよ。ありがとう、しおしおさん。わざわざコメントくれることがありがたいですよ。マジ？てか私さ、電車何乗るんだろう、明日。いや、JR だよ、完全に。あと。で、第3には DM をした。今、Twitter のさっき。なんか、もし、多分大丈夫。なんか私も雨雲レーダー見たんだけど、なんかもしかしたら飛行機遅れるかもしれないから、なんかその時は本当にすいませんっていうのを第三には DM した。さっき。あと担当者の人にも、前乗りできてないんですいませんって言ってる。お！レスリング！金メダルおめでとうございます！須崎選手かな。やった、おめでとう。え、宮島中心じゃないでしょ多分。おめでとうございます。すごい、今あれが出たよ、速報が。そうそうそう、 JR で行きます。私は朝一。やだよ、もうね、足止め食らうのは散々ですね。この間、本当に、
この間さ、マジでさ、なんか大雨の時にさ、重なって配信が、マジでお金なくなったから。ひどい有富さん、かぶってないよ。ひどい女の子に、宮島の配信でいつもメンタルやられてるのに。よいしょ。なんかさ、やばい。そう、明日広島だからカープティーなんで。てかなんか、やばいね。肌の調子が激悪いんですよ。無事、本当に、宮島チャレンジだよ。本当にそう。なんかもう宮島にちゃんとたどり着けてないもん、最近。てか一回だけだけど。あ、まっちゃっきさんありがとうございます。ゴリゴリさん見てくださいね。明日、ダイさんと、グランジのダイさんと、あと芸人の長野さんとで。あ、ヒーローさん。え、アナゴ飯食べたい。大好き、上野だよね。なんで大丈夫じゃん、別に。あの、これ、一日中来てるわけじゃないよ。1時間来ただけだから、シュッシュしたらさ、大丈夫じゃん、それは。なんでそんな心配するの？浜名湖、住之江、宮島、忙しいね。そう、忙しいのよ。バタバタなんですよ。そうなんですよ。ありがたい。そう、浜名湖き、でもね、現地行けなかったの。浜名湖は東京でリモートでした。ね。リモートだよ、浜名湖は。揚げもみじまんじゅうは前回食べたよ。あ、達伝さん、ありがとう。鵜飼さん、いい人でしたよ。優しい。さ、浜名湖、ね、マジでやばい。昨日も一昨日も、個人でちょこちょこ買ってたけど、全然勝てないね。マジで。やばすぎ。ね、そう、浜名湖はね、現地がダメなんですよ。いろいろあってね。厳しいんだって。ちょっと。ちょこっと肌を整えた。これでいいや。みんなのことめちゃめちゃ適当扱いしてる風に見えるけど、そんなことないからね。え、悪魔のネックレスって何それ？私全然知らないんだよね。あ、汁なし担々麺食べたよ、七広さん。めっちゃ美味しかった。長島さん、そう。今日21万負けてたよね、最後。やばすぎ、マジで。ランチさん、そう、当たったツイッター、いいねしたよ。ごめんなさい。そう、浜名湖は現地行ってなかったのよ。テッドさん、あー、シドニー、サンキュー。ありがとうございます、テッドさん。また YouTube 見てね。わ、ミツーさん、優しすぎる。交通費の足し、ちょっとタクシー、絶対タクシー乗る。乗るから足しにします。なんか最悪はというか、なんか基本その契約っていうか、その時によるんですけど、交通費自腹、なんか交通費も込みで、出演料と交通費込みでこれでやってくださいっていう時と、交通費と出演料別の時といろいろあるんですよ。で、宮島は込み込みだから、あの、交通費と出演料が。だから、私が、じゃあ、なんて言えばいいの？電車じゃなくてタクシーに乗らなきゃいけない状況になると、私がただ損するだけなの、になるの。私がただ損するだけになっちゃうから、明日は電車に乗りたいんですよ。そう。そうなの。そうなのよ。浜名湖行ってみたかった。私もうなぎ食べたかったもん。そう、ひどい。
あ、内山くん今日やってたよね、お兄ちゃんがね、浜名湖のボートレース。はーい。いや、今からは、皆さん、有富さんっていう方は、宮島の実況をしている方で、明日も多分、宮島の配信見てたら来てくれる愉快なおじさんです。あー、ナミさん、ナイスパチャー！嬉しい、ありがとう、交通費の足し。ミツさんもありがとう。だってこれで、ミツさんとアダムちゃんので、全然足しになる。半額タクシーに、岩国からタクシーで宮島だったら、半分の値段ぐらいだから、めちゃめちゃ助かる、本当に。めちゃめちゃ助かるよ。本当。ありがとう。マジ、マジで助かります。すいません、本当に嬉しい。明日どうにかプラスにしなきゃな。浜名湖でマジで負けたんで。本当にやばいで。いや、電車だよ。電車動いてた、電車。でも帰りはこのままだったら、多分タクシーだよね。電車止まるんだったら。わかんないけど。もうちょっと、第三と考える。明日は。第三がいるんだったら、二分の一になるから、交通費がどうにかなるでしょ？多分明日の行きは電車動いてるはずなのよ。なんで、帰りだけ怖いね。まあ大丈夫よ。あ、しました。負けないでね。頑張る。今からどこにも行かないよ。頑張るよ、しまさん。ありがとう。ナイスパちゃん、テッドさんもナイスパちゃん。さっきドルできたからびっくりしちゃった。あー、ひでよしさん、ありがとう。これでどうにか行きそう。ありがとう、ひでよしさん。そしてテッドさん、え、台湾でも人気です、だって大人気です、だって。嬉しい、テッドさん、ラブ、ラブ。松村さんは、台湾でも大人気です、だって、嬉しい。感謝しすぎる、感謝。秀吉さんもありがとう。あ、ゆうじさんもタクシー代の、タクシーみんなめっちゃ優しいじゃん。ありがとうございます。え、タッチーさんも交通費。嬉しい。ありがとうございます、本当に。確かにもう行きは、いや行きはね、電車だから所詮安いのよ。嬉しい。で、帰りはタクシー、多分。あ、ポンコツさん、悪魔のネックレスとは四つ葉のクローバーのネックレス、それをつけた自転車の船券が全く当たらなくなるという呪われた、そうなの、やだ、絶対やだわ。四つ葉のネックレスね。わ、うんこだ。あ、やばい、中指立てそうになっちゃった、今。てか、うちにはこの、あ、やばい、めっちゃ落ちちゃった。この宮島さんのお守りがあるので、これでどうにか、明日これ持ってきます。え、これを宮島の、渡った方の宮島で、リスナーさんというかファンの方、なんか宮島のボードレースのファンの方にいただいて、で、そっからめちゃめちゃ万張りしたやつも来たし、ご利益があるので、明日もこれを持ってきます。あ、小バッチさん、ありがとう。タクシーだ。ありがとうございます。電車代ですね。610円。往復の電車代。ありがとう。あ、マグハップ。ベルガさん、おめでとう。住の絵は9日なの見てくださいね。そう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 。そう。これ、絶対持ってきますよ、明日も。今、忘れるところだった。もうバッグに入れとこう。コウジさん、ありがとう。嬉しい。いや、明日はもう予算次第だけど、でも宮島
宮島、私ちょこちょこ宮島見てたんだけど、今日の宮島マジで語絡みが多すぎてびっくりした。ほとんど語だったよね今日ね。ね、最後も結局語が絡んでくる。語、語祭りだった。ポンコツさん、あ、そっか、ありがとうね、ポンコツさんにもらったやつだこれ、そっか、ありがとう、明日持ってきます。あれ、なになに、ポンコツさんのコメント拾ってたと思うんだけど、あ、ほんとだ、ごめんごめんごめん、ありがとうポンコツさん、明日持ってきます。あ、きよしさん、きよしくん、演技がいい、やったー、ありがとう。ゆうじさんもありがとう。ほう、甘やかしてください、私のことはしっかりと、絶対甘やかしてね。そしてあれだね、めちゃいい感じになりましたね。なんて言えばいいの、あれが、何あれがっていうか、なんて言えばいいのかな、これ野球、優しい。きよしくん、きよしさんってきよしくん、いつものきよしくん。ゆうじさんもありがとう。予約して BS11。はい。何なんだろうね、ななひろさん。5ばっかだったよ。的中率全然ですよ。吉川さんありがとう。吉川さんもいつもね、メールもありがとうね、BS11。もうこちらこのおかげで的中させます。明日持ってくので。おかぽんさん、ねえ、ちょっと確かに宿泊費はいるわ、帰れなかったらね。でも飛行機飛ぶと思うんだよな、多分ね、抜けてると思うのよ最後には。でももし帰れなかった時にはおかぽんさんのこちらのお金で泊まりたいと思います。ちなみに今コロナ禍だから航空券のキャンセルはタダなのよ、キャンセル料が。それだけはありがたい。嬉しい。お、どう、まだ甘やかし。甘やかしじゃないよ。あ、ほら。すごい、テッドさん。あ、テッドさんもナイスパッチャー。ナイスナイス。あ、そうそう。意外にマンゴーは台湾で撮ってましたよ。そうそうそう。合ってる合ってる。ただ私、あの意外にマンゴーの選抜じゃないんで本当に申し訳ないんですけど、明日はね、長島さんとウイチさんの配信じゃない、多分。浜名湖、私も浜名湖買いつつ宮島もやろうとしてる。準優勝戦はね、浜名湖も買いたいなって思うので、嬉しい、まちゃきさんありがとう。はぁ、やばいぞ本当に。まあでもなんかこうやってさ、ボートのファンの方がさ、新しく見てくれるのは嬉しいですね。もうあとちょっと、これは今どっち、あ、え、アメリカが、日本がアウトになっても終わり、もどういうこと。なんかさ、ソフトボールやってたのにさ、野球って何回までやるっけって思って全然わかんないんだけど。裏だからもう終わりか。嬉しい、ゆうさん。タッチーさんも。いや、また明日島に行くのかな？多分行かないと思うな。なんか、宮島って、厳島神社がある方と、船を渡んない方があって、基本的には船を渡んない駅の方に行って、でこの間ロケで厳島神社に行かされて、いろいろ食べるグルメロケをしたんですけど、それの似たようなことを昨日してたので、女の子が、違う子が、私は明日スタジオに付きっきりなはずがな気がする。あ、9回までなの。いや、明日絶対水着持ってこないですよ。あのレナちゃんにお願いします、水着は。ケツバット T シャツ、
そうそうそう。ゆうさんありがとう。9回までか。え？演歌の人は、わさみんさんね。わ、すごい。めちゃフルスイング。宮島口ね。ひどいよね、カロリー計算とかさ。そんな食べてないのに。よいしょ。いや、でもチャットたくさんありがとうございます。あ、きよしさん、お土産代、嬉しい！やったー！きよしさん！いや、これでさ、前半の2000円、なんだっけ、穴子飯代って、あ、撃たれた！穴子飯代って言われて、あ、撃たれたんじゃない、撃ったのか。お、いけ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 ！手入った、アウト。2点目侍ジャパン、すごい。 USA さんがミスってしまった。それじゃない、最初に2000円穴子飯代ってもらったから7000円分穴子飯食べれるてか最悪だね。もう全部これは本当に明日電車が止まったらマジでタクシー1万円ぐらいするので、そちらに回させていただきます。めちゃめちゃ助かります。そう、宮島さん交通費込み込みなので、だからなんかやばいの、なんて言えばいいの、あれが模範機、だから今とか昨日今日明日の連休とか土日の時だけなんか航空券とかめちゃ強気なのよ。結局観光地だからめっちゃ強気な値段出してくるの。だからコロナが終わったらめちゃめちゃ交通費高くなるのかなと思って震えてる。ちょっとだけパックにしても高いの、そういう交通のなんかトラベルパックみたいなのにしてもめっちゃ高いのよ、その連休中とかだと。コロナ、今のコロナ禍なのに3連休めちゃめちゃ高いからね。もう目ん玉飛び出るぐらい高くてびっくりした。あ、やばい、繁忙期だ、そう、ごめんなさい。もう本当にね、感じ弱いの、繁忙期ね。で、今は、普通は安いのよ、平日は。ただ、3連休重なると、バカにならない。やばいの。そう、繁忙期中、やばいのよ。嬉しい、吉川さん。ね、清さんは、三髄に青のきよしくん、それとも違うきよしさん、どのきよしさんですか。ありがとうございます。やばい、もう終わるね。じゃあね、新幹線満席になってない。3連休とお盆近い、確かに。だからやばいのかな。そうそうそう、最悪よ、もうマジで高めよ。大阪は全然高くない、私もめっちゃびっくりした。大阪全然痛み感も全然高くないし、むしろ安くて。いや本当にね、岩国はねめっちゃ強気、広島も強気だった。でも広島空港はもうちょっと結構苦手なんですよ。もう痛い思いを雨の日にしたのと、なんか広島市内まであんなに遠いと思わなくて、すごい複雑な心境になるの。あ、そうなの、テッドさんおやすみなさい。10時45分一緒ぐらいじゃない、1時間じゃん。ナイスー、ナイスじゃない、なんだっけ、グッナイグッナイテッドすやーんおやすみなさい、すやんすやんすやんおやすみなさい。私は全然起きてますけどうちシドニーって全然時差ないの。確かに私も一回オーストラリア行った時時差なかった気がする、ちっちゃい時に。
めちゃ過ごしやすいじゃん。そう、岩国よ、基本は。もう広島が嫌い、嫌いじゃないけど、広島空港の位置が嫌いなのよ。ちょっと。かといって、じゃあ岩国から広島市内行くのは1時間かかるから、広島空港から広島市内に1時間かかるのと一緒だから、なんとも言えないの。お、バント。で、今、二塁三塁だ。すごい。二塁三塁だって。ツーアウト？お、ツーアウトから打っていけとかあるよね。コールなかった？ツーアウトから打っていけ、ツーアウトから打っていけみたいな。なんかない？私ソフトボールの時そういうのあったよ。ちょ、嫌いじゃない。ごめんごめん、間違えた。違う。明日の夕方から止まる可能性でしょ？オッケー。ツーアウトから打っていけ、ツーアウトから打っていけみたいな。ゴーゴーレッツゴーレッツゴーなんちゃらみたいな。これは打ちたいね、ツーアウトから。あ、土井さん、冷たい飲み物だ。嬉しい、土井さん。明日、じゃあ土井さんのこのスパチャで明日、あのヘルシア緑茶と特茶と、あと、体健やか茶を買わせていただきます。今ね、最近ね、ほら、なんか、飲んでないよ。今日は飲まないよ。明日5時起きだよ、私。起きれるんかいっていう感じ、ほんと。そして台風さんが怖い。あ、そうなんだ。あー、フライでした。残念。あ、そうなの。ミサさん、ミサちゃん、ミサミサさんの旦那さんだったんだ。バントしたの。じゃあ、この9回の表で、守りをしっかりしたら、もうほぼメダル確定ですか？すごい。なんでこんな車に乗れるの？なんで車に乗れるんですか？今ちなみにオリンピック見てます。なんでビップ待遇なの？これはなんで車に乗れるの？エースみたいな感じ？パフォーマンス？それともちょっと距離的にあんまり走らせないようにみたいな感じ？これそういうこと？リリーフか。リリーフって何？ちょっと本当に野球わかんないの。なんかドラゴンズのさ、仕事とかも一切してないの。マジで知らないから。あ、ハマスタが、もともとこの車を導入してるってことね。なるほどね。そういうことか。見て。でも、今日は、カープ。ちょっと野球好きそうな子に見えるよね。カープ女子に見えるでしょ。なるほどね。カープ女子に見えるでしょ。いや、私知らないのよ、本当に。ごめんなさい。野球は知らないの。あ、中継ぎはわかるよ、だから。そういうのはわかるんだけど、まあ、基本的にはさ、やっぱあんまり、なんだろう。なんか、あれなんですよね。ちゃんと、あんまわかってないから、こんなことになってるんだけど、申し訳ない。申し訳ないなって思ってるよ。まあ、しょうがないよね。栗林くんって聞いたことある。そっか。じゃあ、応援しよう。カープだよー。これでいい？カープだよー。カープだよー。知ってるよ。栗林さんって聞いたことある。名前だけ。カープだよー。頑張れ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 。でもみんなでこうやって話しながらさ、見れるのはいいね。9回の表裏で終わり。これは6番の人か。6番バッター。
ね、言うてもだよ、1,2,3,4 番以外でももうこの試合に出てるってことはみんながめちゃめちゃ上手い人たちの集まりでしょ。関係ないよね、もう。お、ナイス。そういうことだよね。あ、裏はない、アウトを3つ取ったら金メダル、すごーい。ね、なんかさ、野球さ、今年さ、すごい強いメダルのところさ、出てないよね。確か。お確か。出てなかった気がするんだけど。こんばんは、ヒーローさん。で、みんなで、イエーイってやろう。イエーイってするさ、イエーイってする手前まで言おうじゃ。イエーイってしたいから。ここで待ってるわ。テレビがね、こっちなの。ごめんね。みんなで両手上げてこうやってしてよ、じゃあ。マジで、にわか中のにわか中のにわかね。本当ににわか。全部にわか、今回のオリンピック。え？ストライクでしょ、今。めっちゃストライクじゃない？今ストライクだよね。どこだっけ、そう、どっかさ、野球めっちゃ強いとこ出てないんだよね、今回ね。ボールだ、これは。え、なんかさ、あ、なんかいつもみたいにさ、こ、左下にさ、球がこう増えてくじゃん、ツーボールとか。なんか見づらいね、あれ、111だけ。あ、ボール。え、なんかむずくない？こう、こう、こう、こうやつ。こういうのじゃない。2-1、1アウトってさ、なんかもう、いつもみたいに、こう、プロ野球の時みたいに、こう、球みたいにしてほしい。予選で負けたの？あ、そうなんだ。でもさ、なんかさ、メジャーリーガーの人たちみんな出れないんだよね、アメリカ。あの、国籍関係なくね、オリンピックには。強い国が出てないって。あ、ボールだ、ボール、スリーボールだ、やばい、スリーボール、スリーボール、ワンストライク、ワンアウト。あ、でもまだか、スリーアウトで終わりじゃん、ツーアウトじゃ意味ないじゃん、全然まだじゃん。そうなんだ。なんかもう、こう球がいっぱい出てほしい。そっちの方が分かりやすい。なんかパッと見分かんなくなっちゃう。お、弾いてきますね。カットして。永遠カットだ、これは。多分。カットは何回でもいいんだもんね。そういうのは知ってるよ。え、ジョーさんありがとう。みんな、よかったら野球を見ましょう、一緒に。私あとは何見たっけ、スケボーもにわかで見てて、めっちゃ感動して楽しくて、でも結構いろいろ見てたかも。アーチェリー、これはカットじゃん、またなんかいろいろ見たよ。フェンシングも見たし、さっきはあのシンクロナイシンクロも見たし、いろいろ見すぎてもわかんない、いろいろ見た。あと、あのトライアスロンのしんどそうなうんちっち水で大変そうなのも見たし、ほんとめちゃめちゃいろんな見てる。あ、バスケもちょっと見たよ、今日。スケボタン、あ、ゴルフ見た。昼間のゴルフの決勝もちょこっと見たよ。お、取る取る取るでしょ。おお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 ツーアウト、ツーアウト。そう、めっちゃ見てる。卓球もめっちゃ見た。卓球の伊藤選手のシングルスも見たし、男子のシングルスも見たし、男子の団体も見たし、女子の団体も見た。乾杯しようじゃ。イエーイってしよう。にわかだからね。やっぱにわかは優勝とか金メダル、メダル、
金メダルは喜ばなきゃ。にわかは。にわかでもね、やっぱり、喜ばなきゃ。お、ストライク、カットしたから、ストライク。え、シンクロじゃないの今。なんて言うの？シンクロじゃないんだ。シンクロだと思ってた。こういうのはわかるよ。あの、カットしたらストライクになる。あれ？そう、カットしたらずっと永遠ストライクとかわかる。ボールだ！これは。シンクロじゃないの？なんで？何で変わったの？こう、いろんな、やっぱ時代の流れ？あの、スチュワーデスさんがキャビアテンダントになったみたいな感じ？そういうこと？スチュワーデスさんがキャビアテンダントになったみたいな感じかな？え？お、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 シンクロナイツドスイミングだと思ってた。違うの？あ、そういう感じか。私はにわかのカープファンです。よし！お、ツーストライク！ツーアウト！ツー、ワンボール、ツーストライク、ツーアウト！打った！やばい、これは、塁に出てしまうね！やばい。あ、なんで手叩いたんだろう？ちょっとごめん。間違えた。手叩いたらダメ。叩いちゃダメ手叩いちゃダメ。ちょっと待って、ごめん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 なさい、違います、失礼しました、違います。すいません、失礼しました、叩いてしまったごめん、違う、本当に間違えただけ、ごめんなさいごめんなさい。いやでも、あの、日本とか、あの、国関係なくすごいよね、打ったことがすごいから。そう、打ったことがすごいから、そういうこと。そう、打ったことがすごいねっていう。すいません。あー、後藤さん、やっほー、宮古町、嬉しい、松丸さん。そう、痩せたの、そういうことにしよう。頑張ろう、クリアアイさん。カープ女子です。頑張れ！はい、アウト。おお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 おあっという間に現れた。おあ、でも、あの、アメリカの選手の顔がすごい何とも言えない。悔しそう。でも頑張ったもんね。アメリカの選手もすごい。みんな頑張ったね。お疲れ様です。おめでとう！なんかさ、サッカーがさ、すごい悔しい結果だったからね。よかった。野球はね、メダル取れて。すごい悔しそう、アメリカの人たちが。でも、みんなそうだよね。その決勝でさ、銀メダルになった時は誰でも悔しいよね。よかった、よかった。おめでとう。サッカーもさ、すごかったじゃん。選手の皆さんがさ、すごい悔しそうだったもん。パチ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 。よかった、よかった。やばい。
もうこんな時間である。ゆるっとしてた。みんな乾杯しよう。エアーでもいいから。私はコーン茶で乾杯したいと思います。コーン茶で乾杯をしたいと思います。じゃあちなみにこれはファンの方にいただいたコーン茶です。おじやんさん、ありがとうございます。あ、そっかそっか、自転車競技ね。それでは皆さん、野球の金メダルを祝いまして、サムライズパンに乾杯。そして栗林選手、カープの栗林選手、おめでとうございます。よくやったです。よかったよかった、ナイスナイスナイスですね。これはレスリングもさっき取ったしね。すごい、よかった。乾杯すぎるよ。よいしょ。乾杯。そして、あ、ありがとう。こちらを開けていきたいと思います。寝坊しても知らない。やだね。きよしさんはどっちのきよしさん。いや確かに1点も取んなかったの、すごい。ちなみに先月分とこの間来た先々月分と先月分、ん？ん？先月分と先々月分を開けます。おめでとう。今あれやってた、重量上げじゃなくて、なんだっけ、胴上げ、胴上げ。そう、サクッと開けて、明日ご上機なのでお中元届いたと思います。で、一番最初こちら、私も今もう我慢できなくって開けちゃったコーンちゃん、ありがとうございます。そして今ここにないんですけど、あのうなぎのお中元も、お歳暮お中元いただきました。おじやんさん、うなぎありがとう。土曜の牛の日に食べたのでブログに載せます。はい、重量上げじゃない、間違えちゃった。こちらね、ちょっとカメラの位置を変えようかな。はい、コーン茶ありがとうございます。もうね、我慢できなくてコーン茶めっちゃ飲んでます。そう、私お茶の中でコーン茶が結構好きでっていうお話をしたら、コーン茶がくれた。やった、ありがとうコーン茶。重量上げじゃないね、コーン茶これからもまだまだ飲みます。よいしょ、やばい、膝が痛くなる。これはファンの方にいただいたこのクッションで、ちょっとね、すごい、泣いてる？誰が泣いてるの？コメント？おめでとう、本当に。で、こちら、Amazon からも何かが届いたぞ。よいしょ。やばい、住所が見えてしまう。ダチ住所がね、気をつけないと。よっ、開けよう、プレゼント開けます。頑張りますよ。なに、なんだ、ドク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 ドン。あれ、ウェブカメラが来た、また。嬉しい。え、なにこれ、新しいやつかな。なになに、あ、スタジオのおじさんが
泣いてたのね。あ、秀吉さんだ。ありがとうございます。ちなみにこのロジクール、私今使ってます。ロジクールのなんか使ってます。嬉しい、ありがとう。ただロジクールさ、MacBook だと使えないんですよね。それを今すごい気にしてるんですけど。ありがとう。ロジクールこちらも使いますね。新しい方。今古いやつなんだよね。でもね、1080p だから一緒かも。スペックは。使います。カメラ。ロジクール。スタジオのおじさん。え、和田さんってだからさ、和田様でしょ？え、知ってるよ？和田さん知ってる？ツルツルの、ピカピカの和田さんだよね。やばい、台風情報みんな見てて、NHK このまま。私に教えて、情報を。そして、こちら？知ってる、ツルツルピカピカの和田様。羽田空港に関係するか否かっていうとこですよ。私が気になっているのは。これはもう仕事の、全部仕事のやつですね。これはいいんですよ。これは大丈夫。よいしょ。確かにアマゾンさ、これだったらもっとちっちゃくていいのにね。ありがとう。でもウェブカメラ本当に。次はどれ開けよう。でもこれかな。稲さん、あ、やばハサミ持ってきます。てかさ、私のさ、日さ、いつもさ、天気が悪いんですけど、どういうことですか？本当に、雨女なのかな？地味に私、雨女だよね。自分で自覚はあるんだ、実は。地味に雨女だと思う。明日の朝？何時？ちょっと！ひどい！私当てじゃなかった。おい、なんやねんこいつ。まあいいけど全然。くっそー、私当てじゃなかったよ。ひどい。見て、全然いいけど見て。どんちゃんへの手寄せお願いします。ちょっと私は覗いてやる。あ、待って、これ私も欲しいやつだ。ひどい、これ私も欲しいやつだった。今いいよ、全然届かないもんね、値段的に。きっと、え、てか値段的に届くことない？大変申し訳ないのですが、どんちゃんへタンプレを渡してください。カオタのお礼のプレゼントを送らせていただきます。ゴルフボールと減ってきたら言ってください。ゴルラン以外で探してきます。イナッチもボールない。私こないだナイター行った時にマジでなくしたの。あー、でもこの金額なら全然、この賄賂をいただけるなら転送します。いきます、せーの、じゃん。クオカード5000円分やった、ありがとう。全然いいよ。ごめん、ちょっと悪口言っちゃって。全然いい。全然いい。ごめんね、ほんと。全然大丈夫。いくらでも頼んで、ほんとに。私でよければ、何でもするから。よろしく。私でよければ何でもいいから、ほんとに。はい。嬉しい。イナッチだったんだ、この名前ね。
イラッチだったんだ。え、でもさ、ちょっとさ、申し訳ないんだけどさ、私もめっちゃ欲しいやつなんだけど、これ。ちなみに言うと、これね、あの、動物の森のコラボのやつ。たぬきちの、多分、ジェラピケの、あれなんですよ。ごめん、どんちゃんめっちゃ覗くけど。いいなー、これね、私も欲しかったの。ちょっと待って、調べる。これめっちゃ欲しかったの。ジェラピケのコラボなんですよ。めっちゃ可愛いの、このたぬきのやつ。絆も来てた。あ、そうそう、これ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 。多分高いんだよね、コラボだから。しかも多分売り切れてたと思うんだけど。あ、5800円。全部でも5800円だったら届くはずなの。だからこれ1枚じゃない、これ1枚え、これさ届くよ、イナッチ。1万円以内だったら届くよ。まあいいけど、ワイルくれたから。まあ別に大丈夫ですよ。私がこれはよくわかんない、私がどんちゃんにプレゼントを送ります。関係ない、これは私がいただきました。私がいただいたプレゼント、私がもらったプレゼントをたまたまどんちゃんにあげたいなって思ったのであげます。どんちゃんにあげたいなってたまたま思いついただけ。私からのプレゼントでどんちゃんにあげる。どんちゃんに LINE しよう。今 LINE してあげるよ。なんか私からプレゼントあげたいなって思ったって送るわ。私がすごいどんちゃんにあげたいものがあるのって、よいしょ、そうそう、たまたま私がどんちゃんにあげようみたいな、どうしよっかな、横取りしよっかなって思ったけどあげよっかなみたいな、たまたまだよ。これはカオタにプレゼントしてどんちゃんには直接送れって言ってます。そう、たまたまどんちゃんに私はあげたいなって思ったからあげる。で、どんちゃんに LINE したけど返事は来るかわかんない。はい、たまたまだからね。イナッチゴルフボール待ってる、以上。ゴルフボール待ってます。ないです、ゴルフボール。ピンクがいいです、ピンクかオレンジがいいです。黄色は見えませんので、あ、白以外だったらいいです。次。たまたまだよ。私は全然、あの、もらってもいいなって思ったんだけど、私はどっちかって言ったら、どんちゃんにあげた方が幸せになるかなって思って、どんちゃんにあげようかなって、たまたま思った、今回。たまたま。あー、秀吉さんありがとう。普通の焼肉のタレが好き。ごめんね、わざわざ。ウェブカメもありがとう。次、なんか瓶だな。あ、ノブリン笑ってる。よっ。あれ、これは土井さんかな。土井さんって透けて見えてる。
ドニさん、ありがとうございます。なんだろう、優しいプレゼント、松村香織さんは何これは、あ、缶詰だ、すごい保存食だね、嬉しい。でもありがとうございます、みかんと桃とミックス、ありがとう。そっか、私がさ、桃は缶詰しか食べれないって言ったからか。そう、私ね、桃アレルギーなんですよ。かわいそくない？かわいそうでしょ、桃アレルギーなの。だから、生の桃が食べれなくて、缶詰しか食べれないんですよね。しかも結構量がすごい。嬉しい。やったね、ありがとう。だから重かったんだ、めっちゃ重いなって思ったんだよね。ありがとう、缶詰、ほい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 。でもさ、なんかちょっとベトベトしてるから漏れてる？どっかなんか漏れてんのかな。すごいちょっとベトベトしてるんだけど、どっかの缶が漏れた？なんか漏れてんな。どれかが漏れてる。なんだろう。なんかペトってするの、これ何、漏れてんの、なんだ、怪しいぞ。よいしょ。いやでもなんかベトベトするの、ちょっと手洗ってくるね。漏れることある、噛んで。なんだろうこれ、どうしたんだろう。いや漏れることないよね普通ね。ちょっとベトベトしてた。ちょっと気をつけるわ。めったに漏れないよね。次、すごーい、高山でーす。ありがとう高野。まるさん、まるさんありがとうございます。いや大丈夫大丈夫、まるさんありがとうございます。いや、うなぎはマジで美味しかった。え、レッドブルーが爆発したことあるの？嘘でしょ、そんなことある？うわー、すごい高野、なんだこれ、じゃじゃーん、開けます、もう雑に開けます。ゼリーだ、やったー、かわいい、インスタ映えって感じじゃない？桃、メロン、スイカ、いいね。高野来たー、こちらも高野。見て、お中元、やった。ちょっと土井さん、一個地面に落としたそれかもって、おいおいおい、どれだ、どれですか、どれ、そいつは。お中元、あ、これはもしかして
どんちゃんか返事来ないかな。フルーツ祭りですね。いや、え、めっちゃ嬉しいジュース。え、なんかさ、ダメだよね、高いジュース好きになっちゃうとさ、もうさ、安い果汁何パーみたいなジュース飲めなくなっちゃうから、ほんと良くない。めっちゃいいジュース、ありがとう、まるさん、まるさん、ありがたや。続いては、いや、もう見えてんだよ、やばいやつが。もうね、やばいやつ見えてるんよ。よいしょ。もうね、本当に見えてんの。やばいのもういるの見えてんのよ。重い。ねえ、もう見えてるってやばいの。もうひどいじゃん。ひどくないけどさ、もうネタじゃん、これ、確実に。もうネタでしょ、これは。もう見えてんのよ。もう箱がすごい主張してくんのよ、箱がさ。箱がすごいのよ、箱が。ちょっと。箱がすごいのよ、あさぎさん。ちょっと。わカルピスだ。まだ飲みきってないのに。え、でも待って。カルピス北海道だって知らないカルピスがある。もう、まあ、お中元はカルピスよね。ありがとう。どうも、ありがとうございます。カルピス、ありがとうございます。ちょっと、カルピス、いや、ネクター美味しいよね。カルピスじゃん。おいおい、マルクさんだったの、カルピス。ちょっと、しばらくカルピスいらないっす、もう。本当にありがとうな気持ちなんだけど、カルピスしばらく大丈夫。あの、消費しないとだから。カルピスは消費します。でも、ありがとうね。なんか、北海道カルピス飲んだことないの。楽しみ。カルピス。そして続いて、アマゾンプライム。なんだろう。カルピスマジでもういい。本当にありがとう。本当にありがとう。マジで飲んでるから最近も。カルピスぐらいしちゃうぐらい飲んでる。ねえ、何これ、もう宮島じゃん、これ。明日の宮島に必要じゃん。ビゴライブイベントに間に合うか分かりませんが、配信でお使いください。タカペさん、ちょっと、なんということなの、これ。もう今日は無理だよ。今日は無理よ、これを。これを組み立てるの、今日は無理だよ、もう。しかも、こちらの商品は空気では付属しておりませんのって。ちょっと、誰とファミリープールするのよ。あ、ユージさん、カルピスだよって。ちょっと、いや、カルピスくれるんだったら、今だったらもう本当に体健やか茶か黒ウーロン茶か、いや、ヘルシア緑茶が一番欲しい。ヘルシア緑茶を飲んだら痩せると思うから、毎日。ちょっと、いや、でもね、宮島にはプールあんのよ、本当に。いや、ありがとうございます。いつか子供ができたら子供とこのプールで遊びたい。うちのベランダ汚いからな。マジでやばい。本当に。本当ありがとう。もうちゃくちゃとやん。
すごいな。マジ。本当にさ、みんなのセンスが面白い。何？え、でも、あの、カテキン、あの、あれがいい。本当にヘルシア緑茶が一番いい。ヘルシア緑茶が一番いいです。あの、もしね、飲み物何かあげたいなと思った方はヘルシア緑茶お願いします。ヘルシア緑茶高いのよ、痩せるためにね。なんだろう、お、いろんなものがいっぱい。あ、これはあれだ、角川さんから。角川さんから本が来ました。じゃん。人には言えない高須美希也のお悩み相談室 PR 案件ですね。高須先生本が届きました。美希也先生本だよ、イエイ。よかったら皆さん美希也先生の本読みましょう。もういないと思うけど、ありがとうございます。本屋さんから来た。次、アマゾン。もう男らしく開けます。切実。え、何これ。これん、いや、今やアミちゃんの TO。 確かにアミちゃん不当だを捕まえてくれてよかったよ。マイク、これマイクなの。面白いマイクを見つけたので送りますということで。スノーボールアイス。何これ。ありがとうございます。何これ、ありがとうございます。10時半になりました。やばい、急げ急げ急げ。ありがとう。はい、最後よ。やばい、ゴミが。ん？国際便だよこれ。何？国際エキスプレスって書いてあるんだけど。こちらの、なんだ？あー！これは流行っているマスクだ。これ流行ってるやつね。誰だろう？コメントがない。ありがとう！これめっちゃ流行ってるマスク知ってる？もう芸能人っていうか女の子大体みんなこれ。これ流行ってるやつね。ありがとうございます。嬉しい。いや、もうこんだけあったらめちゃめちゃありがとうございます。これ流行ってるやつ、なんかさ、リップとかがつかないやつね。ありがとう。韓国のマスクね、これね、流行ってるやつ、今めっちゃ流行ってるやつ。ありがとうございます。誰だろう、めっちゃくれてんじゃん。誰、あの、誰か送り主がわかんないんですけど、そうそう、流行りなんてあるよ。これね、リップがつかなくて女の子はめっちゃいいマスクなんですよ、女の子には。ありがとうございます。誰だろう、ありがとう。
どうもありがとうございます。これ意外と高い、高いマスクね。しかもこれアザッツ、嬉しいよ。誰だろう、くれた人ありがとう。はい、いや、ということで皆さんプレゼントありがとうございます。たくさんありがとう、たくさんのプレゼント本当に皆さんありがとうございます。そしてですね、なんと、いや、カルピスやめてください。たくさんいただいて本当にありがとう。珍しくカオルンがなかった。元気カオルン、ありがとう。いや、毎月もらえるって思っちゃダメだね。なんか逆に心配になっちゃった、ちょっとだけ。いつもカオルンのお名前をあげることが多かったので。はい、ということでですね、今回はで、プールはちょっとなんかのタイミングでね、あの頑張ってやるわ。プールはプール、桃の缶詰、ミックス缶詰、みかんの缶詰、高野のゼリー、高野のジュース、配信で使えるマイク、ウェブカメラ、カルピスのギフト、ミキア先生の本、そして高いマスク、あとは私はもらったプレゼントだけど、たまたまどんちゃんにあげたいなってなったから、どんちゃんに渡そうかなって思ってるこちら。はい、皆さんありがとうございますはい、ありがとう、嬉しい。何でも嬉しいですよ、何でも嬉しい、何でも嬉しいですけど、ゴルフボールは嬉しいです。あのゴルフボールは嬉しいよ、よろしくね。イナッチ、イナッチに言うのあれだけど、皆さんもよかった、ゴルフグッズは嬉しいです。何でもゴルフボールは嬉しい。はい、あとヘルシア緑茶もらえたらすごい嬉しいです。ダイエット中なので。黒色茶も嬉しい、体すこやか茶も嬉しい。でも特に欲しいのはヘルシア緑茶だと嬉しい。はい、カルピスはもう本当に大丈夫です。マジでこれ以上我が家がカルピスに溢れると、あのうちのお母さんとか、じゃあミナとか、あのよく会う金子んちとか、よく会う家にカルピスが行き渡るのでもうありがとう、本当にありがとう。でもマルクさん悪くないよ、私はちょっと北海道カルピス飲むのめちゃめちゃ楽しみにしてる。あのリオンがツイッターに北海道カルピスの画像を上げてて、私カルピス死ぬほどもらったのに北海道カルピスだけなかったって思って、なんやこのカルピスはって思ってたんで、めちゃめちゃ嬉しい。そしてなんかカルピスのね T シャツもね、実はもらってたの。今日着てないんだけど、あるかな、見たい、カルピス T シャツ、カルピス T シャツ見たい、カルピス T シャツもらってたの、見たい。ちょっとでもね、こう一回こう隠さなきゃいけなくなるんだけど、ちょっと待ってね。よ、見て、カルピスの T シャツも着たいのよ。でこれはなんか別でめちゃくちゃでかい荷物が来た時に一緒に来たの。見て、カルピス T シャツ、カルピス、しかも白と青ね。いやもうカルピスの CM なんて来ないから、私なんかに、ね、体にピース、カ
カルピス。ちょっとこれ大きいね。体にピース、カルピス。カルピス T シャツ。ね、これカルピス T シャツ。カルピス。ありがとう、カルピス T シャツも。今一瞬ね、カルピスだらけだったんで、カルピス。今度これ着よう、カルピス。まあそんなわけでね、皆さん、すいません。明日は明日は私ご病気なので12時には寝ます。なのでこの配信終わったら急いでお風呂に入って12時には絶対寝て朝5時に起きたいと思います。ということでですね、いつもながらたくさんのやばいたくさんのコメント本当にありがとうございます。そしてスパチャの方皆さんたくさん本当にありがとうございました。お礼漏れしてないかな？大丈夫ですか？本当に。スパチャありがとうございます。本当に。コメント送ってみよう。ありがとう、皆さん。明日は台風が来たら、私はタクシードになるので、今日の皆さんからのいただいた資金をもとに、あ、吉川さんありがとう。皆さんからいただいたお金で、タクシーに乗ります。頑張ってタクシーに乗ります。むしろ、行き帰りタクシーだったら、あ、いいよ、気にしないでね。マルクさん、ありがとうね。行き帰りタクシーだったらもう2万飛びますけど、帰りは第3と折半になると思うので、1万5000円、タクシー代。どうしよう、本当に。でも、前乗りしてホテル泊まるよりは安く済むと思うので、明日、そして頑張るし、ボートレースで勝ったらタクシー代以上のものをもらえる。そして今日ね、あのお土産代だったりとか交通費だったりとか宮島の穴子飯代だったりとかたくさんたくさんいただいたので本当にありがとうございます。クオカードも5000円分ありがとう。コンビニでいっぱい使いたいと思います。ボートレースのさ、クオカードもたまに送ってくれる方いて、ありがとうございます、本当に。ただね、はい、コロナ禍なので、しっかりと、対策をして、この流行りのマスクをしてですよ、今日いただいたあのマスクをして、はい、空港行きたいと思いますので、本当に皆さん、ありがとうございます。明日は大丈夫です。あの長島さんみたいに最終レースに21万かけたりなんて絶対しないんで、そんなこと。しかも21万大負けしてたの私は見てたのでね。あ、秀吉さんありがとう。そんな頭のおかしいこと、土地狂ったことはしません。はい、ありがとうございます。あれ1000円じゃないの？あ、秀吉さん、じゃあ今の1万で明日万張りしましょうかね。じゃあ20万かけてたのは長島さんね。私はそんなことしないから。内山さんも、内山くんも11万最終レースにやってたけど、私は絶対そんなことしないからね。言っとくけど。本当に。ありがとう。本当に皆さん最後最後にね。はい。資金の予算があったら頑張りますね。いやでも本当に本当にたくさんありがとうございます。困ったら一さんに分かります。振り返る前おかしいから。クオカードね、ありがとう。クオカードもでね、はい、大丈夫、どんちゃんのも任せてください。いやいや、グリーン車って新幹線で帰んないよ。お尻が潰れちゃいますので。ということで、明日はよかったら宮島さんの配信10時からやってますので、10時20分から配信しますので、よかったら見てください。ちょっとあとですね、皆さん、ベルクさんと、なんと、松村邦弘さんと、松村香織がコラボしてるので、スーパーのベルクさん行ってみてください。そして、焼きそば UFO のキャンペーンしているので、焼きそば UFO 買った方がですね、ベルクで1000円以上、焼きそば UFO 込みで1000円以上買ったら、レシートで応募して、商品が当たるんですけど、UFO セットの商品が、私と邦弘さんのサイン入りのものが当たるので、よかったら皆さんいっぱい応募して、
で、ツイッターにハッシュタグね、いっぱい書いてください。あの、そもそもこのお話いっぱいしたかったの。めちゃめちゃ最初くだらない話ばっかしてたんですけど、なんで、あの、ベルクさんとのコラボができたかって、もうこれだけ説明したら終わるわ。よいしょ。やばいよ、最後に。これだけ説明したら終わるね。なんでベルクさんとの今日お仕事ができたからって、そう、UFO 食べる会をしますね、また。これね、トースポさんですよ。見てください。これ、UFO 怪しいね。で、なんと、じゃん。UFO 合体っていう。ほら、MK 芸能人っていうのがあって、でね、ちょっと関西の方とか申し訳ないんですけど、このベルクさんと UFO のコラボをなんで私ができたかっていうと、前回、あ、YP さんありがとう、いっぱいつぶやいてください。前回、SK とベルクと、豆乳のマルサンアイさんとのコラボのイベントをして、で私出演したんですよ。でその時に私のファンの人たちがとにかくその私を出演したことも喜んでくれてたし、いっぱい買ったこともツイッターに書いててくれたし、お味噌汁のお渡し会のイベントでなんか私がめっちゃ面白かったとか、すごい来てくれてよかったっていうのをすごい SNS のツイッターに書いてくれてたのを見て、で指名できたんですよ今回。その松村邦弘さんと松村香織さん2人でベルクと UFO のイベントをしたいので、よかったらどうですかっていうのを来て、でコロナじゃなかったらまた前みたいに直接な皆さんとの交流のイベントしたかったんですけど、今回ちょっと難しいのでプレゼント応募と動画のみっていう風になっちゃったんですけど、丸さん、アイさんとベルクさんのあのイベントから私に来たんです直で。だからあのお仕事をしなかったら私にこの UFO さん、日清食品さんとベルクさんとお仕事なんてできないですよ、普通フリーでね。だからもうこれは本当にファンの人のおかげなので本当にありがとうございます。衣装もどういうのにしようって悩んだら、そのファンの方にもらったワンピースを着ました。カオルありがとうねもうファンの方様々です。いや本当にありがとうございます。ということで皆さん UFO さんとベルクさんのことをつぶやいてください。よかったお願いします。またねベルクさんと第3回もしかしたらできるかもしれないから、あとベルクの本社の前にあの UFO がこう刺さってる銅像みたいなのが本当に実際にあるので、よかったらそこで写真撮ってほしいなっていうのがあります。私もどうにか現地に行って UFO の写真を撮りたいと思ってるので、よかったら行ってツイッターでツイートしてみてください。行ってみてください。いやベルクは日向坂ちゃんとかもあるけど、私と今松村邦弘松村香織コンビの UFO とベルクのキャンペーンやってるので、よかったらお願いします。はい、いや本当にだからファンの方様々な案件をいただいたのでね、よかったらお願いします。はい、ということでですね、まさか、松村邦弘さん、大先輩の MK さんとこんなことになると思ってなかったのでびっくりしました。今度はみんなでじゃあ UFO を作ってで食べるとこから生配信しましょう。その時は皆さん UFO 買っといて、だからとりあえず UFO 買っといてください。 UFO 買っといて、みんなストックしといて、一緒にみんなで食べよう。7時ぐらいからの配信にしてね。はい、ということでもう11時になっちゃう、やばい、私は12時に寝る。ということでですね、本当に本当に皆さん長い時間ありがとうございました。プレゼントもたくさんありがとうございました。またブログの方に写真の方を載せたいと思うので、よかったら見てください。ということで、明日は、なんだっけ、宮島さんの配信です。皆さん、よかったら見てねー。おやすみなさーい。すんやー。
し、切るぞ。バイバーイ。あ、スクショタイムだけしとこう。UFO でしとこうかな。明日は宮島だからね。はい。じゃん。取れた？あとプレゼントも？プレゼントでも？じゃん。ゆう。はい。めっちゃよくわかんない感じだけど、いつも通り。ありがとうございました。え、必勝が逆？やばい。こっちね。いや、こっちね。はい。こっち。